2部の方に移りたいかと思います。少しお休みになられたでしょうか。え先ほどのです、ねえー、座標 XY、縦 Y が横だよ。ね、こんなお話しさせていただきました。座標というのはこうやって、えー、使うと非常に便利だってお話をさせていただきまして、次のページに進みます。はいえー、座標計算のお話ですが。えー ちょっと上の文字があれですね、ここ出ちゃってるのかなこ,れは、えー、ここにですね、えー、昔の発注図面などは三者面積計算や平ン面積計算が多く見られましたということで書いてありますね。えー、その正確性計算手間の省略などから、現在では座標名作計算による算式がほとんどとなりました。しかし、この算式をね理解できている技術者の方は意外に少ない。これ何かと言いますと、ここに公式ありますね。 S, s イコール2分の1これはシグマと呼びます。えー、括弧 yn プラス1マイナス yn マイナス1括弧当時括弧のあ x の n これがですね座標の面積を計算するときの公式なんですね。非常にすっきりした公式ですね。きれいな公式だと思います。これをご説明したいと思います。 えー、このシグマというのはこれねいっぱいの数を足してっていうように理解してもらえれば結構だと思います。えー、こういう式で計算するんですけれども今はパソコンプログラム電卓測量アプリなのでね簡単に計算もできますので、えー、まずいざね説明を求められたりした時に、えー、お答えできるようにす,す,るすればいいかなとそんな時にねお答えできれば よろしいかなとそのぐらいの理解があればいいかなと思うように聞いていただければと思います。はい、じゃあ先の方に進めさせていただきます。はい。まずは遥かまあ、昔に覚えたような忘れたようなシグマって話ですね。先ほど出ましたシグマの記号はたくさんの足し算を簡潔に表すための記号ですってことなんですね。えーとですね。この公式の説明で。 計算するための説明というよりもテクニックですね。テクニックをお伝えしたいなと思います。まずはですね、ABCD。これね、ABCD という点が4つありますと。これどういう点かといいますとね、えー、この点ですね。ABCD。で、1、2、3、4ですね。この 四角形の面積を出すと、こういうお話をね、ちょっとしていきたいなと思います。えっ、ー、とですね、これはどうでしょう普通に考えたらあ、全体的に、ここはね、ちょっとじゃあレーザーポインター、ここは使わせていただきましょうかね、えー。ここですね。ここの面積。ここの面積をまず出しますよね。これ台形ですね。台形ですから、ここの上辺とここの お下辺、これを足して2で割って高さでやればここの面積は出ますで。同じようにですね、それぞれの点から、えー、垂直にこちらにこう持ってきますね、3本ね。で、それぞれこの台形、この台形、この台形、3つ引けばこの S っていうのは出ますよね。それでいいんです。でもね この公式を使うとともっとすっきりででるんですでこれはたったこのこれだけの簡単な面積四角形なので,でこちらの方がいいんじゃないっていう場合もありますがこれはもっと複雑なあ面積になってくると台形をいっぱい計算しなきゃならないそういう時にはこの式を使った方の方がはるかに、えー、すっきりと簡単にで計算ができるというねそういう 方法でこれから伝えていきたいなと思いますが、こちらですね。先ほどのね、これ ABCD、これね、丸1、丸2、丸3、丸4というように考えてください。で座標 X1、それぞれ座標がありますね。で、この数字でこれですね、カッコの中、カッコの中を表すのには、このように考えてください。例えば、ここ。 B の、ここのね、ここのことでちょっとご説明しますね。ここの Y の3ですね。Y の3。これは、ここの Y の3を持ってきてるんですね。1個先から持ってきてます。で、こちらの Y1。これはここから持ってきてるんですね。じゃ、ここの下。これは、この Yn プラス1っていうの、ここの Y の2はどこから持ってきてるのと。って 先から持ってきて持っってててきくるんで,す、ね、で、この y の2、yn-1、ここのですね、これは1個手前から持ってきてると。じゃあ、ここはどうなのっていうと、これは1個先から持ってきてる。で、え、これはっていうと、これの1個手前はここなんですね。ちょっとさっきの絵に行ってみましょうか。えっ、ー、と、ここですね、ここ。 ここですね。ここの1個手前ってここですね。A, B, C, D。D の1の1個手前はここなんですよね。1個先はここと。ね、そういうことです。それで計算しますと、えー、1番。座標は4の2。2番は8の3。 で3番は12の9。4番は2の10。でこれを計算しますとね、えー、先ほどのね、1個先ですね、えー。これいきますよ。この y はここに来ました。2ですね。で、この9はここから来ました。で、この3はここから来ました。1個先から。で、この10は 1一個手前のから持ってきているわけですね。このように計算します。このように計算したのはこちらですね。で、これをまた計算進めますと、こういう数字になります。で、そうしますと、-28、プラス56、プラス84、マイナス14、98という答えが出ました。ただ、ここに1 2分の1って書いてありますので、倍面積になっているんですね、これね。2分の1をかけます。そうすると、 この S というのは49、a、ベースでね今考えますと49 a ベとそのような形になります。これねえー、とこの表とですねこの表とじっくり比べてもらえればねあなるほどそう並んでるんだということが分かります。でこれはあもっと複雑な面積になってくるとこの 手順で、計算したのが早いですで誰かにこれどうやって計算したのっていう時にはこの公式使いました。この公式を理解するときにこのように、えー、考えて数字を当てはめていただければ答えは出ますということでね、十分答えにはなりますんでね、よろしいかと思うんですね。こういうことですね。実際にはこの台形を引いてるんですね。 実際には引いてるんですよ。ただ、この考え方、この式はですね、それをきれいにまとめた式なんですね。はい。これ、この数字、この前の、これですね、これと、この公式は、こういうふうに、えー、上手に数字、1個手前、1個先というようなね、並べ方を理解してもらえると、 簡単にね難しいやつに簡単にます、まあ、もちろんですね、えー、これ自体アプリド、アプリ、アプリスマホアプリにも無料の、ね、座標面積計算とかあるんです。それで、えー、先ほどの難しい7桁とか8桁の数字をポチポチポチって一生懸命打てば答えは出るんですけれども、どうやって計算したのって求められたときには、こうやって計算しましたというようにね説明していただければいいなと思います。 それから、最初にお伝えしな,きゃしなければいけなかったんですが、この、えじゃあ、どれか1の始まりって話なんですけども、原点に一番近いと思われるところ、まあ、明らかに分かりますね。どこが近いか。ここよりもこれが近い。これよりもここが近い。これよりもここが近いですね。なので、えー、1、2、3、4と右回りで、 こうつなげていきます。連携させます。そして一番原点に近いやつを一番として計算していってください。で、これ表を作って計算していけばあ、見事に計算ができます。これが座標面積計算のお形であります。よろしいですかね。じゃそんなね、えー、次のページにまいきたいと思います。 はい、ここでね、ちょっとね、少しね、えー、ちょっと難しい考えをしてあるかと思いますので、えー、先,先ほどのピタゴラスの定理を使ったね、えー、ちょっとお遊びをしていきたいなかと思ってます。ブレイクタイムですね、えー。ある日、彼女と海辺にデートしました。あ、太陽が沈んだわ。太陽が沈んだとこまでどのくらいあるのかな。ね、なんかそういう会話がね。 何かのドラマで聞いたことがあります、えー。彼氏が言いました。計算してみようか。えー、そんなの計算できるのすごいって言われるかもしれません。でもできるんですね。ピタゴラスの定理を使えばこういう計算ができるということをですね、えー、ちょっとね、ご案内したいと思います。地球は半径 6,371km あるとされています。 あるるとととされているということは、地球は若干楕円になっているんですね。楕円に。でまああとはエベレストね高い山もありますし、まあ、そういうところでちょっと違ってきますけどもまあおおよそ6371キロあるということですね。先ほどのピタゴラスの定理三角形の定理ってやつを使いますね。ここに直角があります。でこの直角の交わったところですね。ここは何かというと目から見て太陽が ここまでしか見れませんからね。あとも沈んでいく。ね、太陽はこう沈んでいくわけですよね。こう沈んでいくわけです。こう沈んでったときに、もうこ、ここに行っちゃうと見れないわけですよね。で、この x を求める。この距離を求める。何キロ先なのかなかたや、この一つの辺は6371です。で、えー、b も6371です。で、そこに。 えー、彼氏が立っています身長1 7 5センチなんですね。でそうしますと、x を求めるためには、<coughs> a 字上プラス x 字上イコール b 事ピタコラスですね。で、x が調べたい数字ですね、出したい数字。で、a 字上というのは6 3 7 1キロの字上ですね。で、プラス x 字上と。そして、えー、斜辺の方ですね。 下辺のの方方は B の方ですねここは B は A と同じ6371。で、身長が175センチ。これをキロ数にしますと0.00175ですね。はい。これを計算していきます。x 事情イコールルート22.299になりました。はい。で、これを x を開きます。そうするとね、4.722キロなんですね。 意外に水平線というのは近いんですね。えー、高いところに行ったらあもっと遠く見えることになるんですが、まあ、大体5キロ見えないぐらい、えー、そんなもんなんですね。私も、ね、これ計算してみて、あ結構近いんだな、1 0キロ2 0キロ先まで見えるもんかと思ったら、そうじゃなかったんですね。はい、その時にね、言いました、君の瞳から大体4 7キロ先に太陽は沈んだね。 俺くん素敵、あなた素敵、そんなに頭いいのねって思われたらいいんですけども、こんな話はなかなかできないかと思いますけども、こういう計算ができるってことですね。例えば、ビルの高さ、それから木の高さ、そういうものを計算できます。それから、距離も出せますね。タンジェント使って車距離を出したりとかですね。 えー、高さを出したりとか、サイン、コサイン、タンジェントを使って、そういう答え方いますね。これはね、なかなか面白いので、うんいろんな方とね、そんな遊びしててもね、よろしいんじゃないでしょうかね。はい、じゃそれではね、本題に入っていきたいと思います。現場監督の測量業務という話ですね。 なんだか話はねだんだん難しくなってきましたが医療士からの転職された方にはハードルが高く感じてしまいますねまあでもね技術の進歩とと,ともに最近ではね G GPS 測量なんてもありますドローンを使用した、ね、測量なども短いになってきていますでここだけ難しくなってきても大丈夫です東方ですこれ私の計算機です こちらはカシノの FX573ES ベストセラーの計算機ですね。確か安いところでは2000円ぐらいで買えますかね、えー。この計算機、もう私ずいぶん長いこと使ってますけれども、格安関数電卓ですね、えー。安いんで、軍手使って汚れた手でポチポチボタンを押しても、まあそんなに気にならないということでね、これはいつも右、左側のね、ポッケの中に。 胸ポケットにはね入っても長いこと使っていたものですねそしてこちらがね貸詞用の FX603P これは私がね35年ぐらい大事な測量の時にはこれを引き出しから出して持っていきますでこれはですねプログラム電卓なのでえー、いろんな計算をね プログラムしていくんですね。今日はこういう計算を測量するから、このプログラムを入れていこうとか言ってやっていくんですね。で、これ、当時35年前、えー、プログラムの入っていないもので1万8000円ぐらい。で、もうプログラムがね、えー、20個ぐらい入ってて、えー、3万8000円ぐらいで売ってましたからね。私、お金なかったんでね、1万8000円でなんとかお金貯めてこれを買いました。で、一生懸命ポチ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 ね。 プログラムして使ってましたけれども今でもだいぶ傷つき傷ついてますけどもこれ使っておりますただですねこういう計算機でいろんなものは計算できるんですがなんと今はねその右側にねスマホ測量アプリ測量座標計算ってありますねこれ私の iPhone12 使ってるんですけどそれに入っているものを ここに写しています。スクリーンショットして、ここに貼り付けました。見てください。機械点 XY ってありますね。です。公点 XY、指準点 XY、その下には登録する、計算する、それから距離、機械、格子点、計算結果、示準点、で、強 表格ってのはあるところ点を見てその点からもう一点見たところの間の角度ですね。胸郭ですね。で、えー、それらのものを在、リスト XY をどんどん打ち込んでいくと増えますよね。たくさん増えてきます。それはあ勝手に記憶されてこのリストとして見えるってことなんですね。これがあればね、もう先ほどのいっぱい。 難しい、たくさん桁数のあった XY の座標、あれらをもう打ち込んどくとね、もうそのまま計算できるんですね。面積も出せれば、次の点、それから新しく点を打ち出すときにも、これを使えば難な,なくできるんですね。要はですね、機械を上手に設置する技術、う 水平に早くですね設置する技術があれば今はこのようなスマホのアプリこういうものでもね昔にしっかりと測量屋さんしかできなかったような計算ができてしまうという事実がありますなので1年生2年生3年生のねまだ経験の浅い方それからこれからこの業界に入られる方も 臆することなく測量にですね取り組んでいけるというお話ですね昔の監督さんはこういう計算機がない頃は計算尺を胸に入れて計算をしていました私の頃はもう計算機はだ,だいたい出てきたんですね出てきましたでも私の本当に若い頃は計算機胸に入る計算機はまだ液晶ではありませんでしたネオン管でした、えー、胸に入る ようやく計算機ができたときに1台7万円ぐらいしたんですかね。それからもうさ、ね、ほどなくして、ね、液晶画面の関数デタ機出てきましたけれども、そのときにやっぱり1万、2万と急に下がりましたねで。またそれからちょっと経ったらですね、すぐ何千円かになりましたね。このカシ,カシオ FX573ES、こんなもんが、ね、出てきました。 今は、ね、本当にアプリがあーただで入る。ここにあるスマホ計量アプリ測量、これ私いつも愛用してるんですが、これただです。ただのアプリですね。こんなことができるようになりましたんで、ね、いいと思います。はい。えー、現場監督の測量業務というところに入っていきたいと思います。ちょっとね、えー、先ほどはあ 三角形やら座標というお話をさせていただきましたが今度は現場監督の測量業務危険な作業部分の認識というところにちょっとお話をね書いていきます先にお話ししたように高波速距技を使用するとこれまでのような難しそうな計算は全く必要ありませんねそれからあ先ほどのアプリみたいなものをね使えばですね高波即距技も優秀 計算するアプリも優秀だから難しそうな計算は全く必要ありませんよということですね、まあ、いずれ理解していただきたい事柄ではありますが即興技の使い方や手順を覚えていただければおおよその現場測量は機械が答えを出しエクショー画面に表示してくれますすごいですよね 本当にこんなのはね、もう測量を一生懸命大学や、ね、高校で勉強した人じゃないと、そんな答えは出せなかったんですね。それがね、出せちゃうんですね。私がこの業界に入った頃は関数計算機を使い、頭を悩ませながら答えを見つけたのですが、今は即興技が計算してくれます。スマホアプリでも多くの難しい計算ができる無料ソフトがあります。ね、先ほどのお話ですね。 いかかがですか測量に対するハードルがかなり低くなったんではないでしょうかね。私が全くの経験ないところからいきなり測量をしてこいと言われてから3年後に測量会社を作った。あのちゃんとした測量会社ですよ。あの 難しい測量なので、ちょっとこれをお願いするという、そういう測量です。境界測量であったりね、だからちょっと山の測量であったりとかね、海の測量であったりも、そんなこともありました。そういう測量さんがね、3年でできるようになりましたで。あの頃にこのアプリがあれば、もっとね、ひょっとしたら早くできたかもしれませんね。まあ、他にもいろいろね、経験。 土木っていうのは経験測量、経験の仕事なんでね、経験値の重要な仕事なので、えー、経験していかないといろんな他のこともできないんですが、まあ、測量に関してはこのようにね、えー、先に進められるということですね。はい、現場監督の、ね、業務の中で今度は長張りのお話をしていきたいなと思います。あのー、ここに 長張りかかってますね。U 字項も、どうやら U 字項を据えるための蝶張りですね。えー、ちょっとレーザーポイントね、ここに杭が打ちましたで。横に抜き、本抜きとか半抜きとかありますが、ここに何にも書いてない方がいらっしゃるんですで。そこにですね、ナンバーが書いてあったり、計画だが書いてあったり、それから通り心が書いてあったり、いろんな情報をここね、ここに書く。 これも測量の仕事の一部だと思うんですね。なんて言ったって、えー、こういう長針り立てるのは測量ですからね。測量の仕事ですから。そういうものをですね、ここに書く。通りシーンですね。ひょっとしたらね、糸はここに貼るかもしれない。ですね端っこの真ん中じゃなかなか U 字を据えられないのでね。そういうことをやっていくこと。そしてここにどういう情報を入れていくか。例えばここからカーブが始まるよとかね。 ここでカーブが終わりだよっていうそういう情報もねあります図面からそういうのを読み取って、えー、ここかに書き込んでいくこういうことができる監督さんになるということがね非常に大事かと思いますはいじゃ先に進ませていただきます監督現場監督の測量業務のお話です、えー、危険な作業部分のね認識ってことですね、えー 1測量群を設置するときに慣れていない方が自分の振り下ろした掛けや大きな木づで自分の足を打ちつけてしまうこういうことってね意外にあるんです。これって測量屋さんがまず最初に出会う危険なところですね。だいたい何かやるんじゃないですかね。釘を打つときにだいたい親指をね半まで叩いちゃうという人いますよね。で爪真っ黒にね血豆作ったりしてね。 それが大きなあ傷ちですからね、自分の足を打ってしまう。でこれ、あのちょっとしたコツでちゃんと杭に打てるんですね、えー。打ち下ろして瞬間に肘をプッと伸ばすと、えー、円軌道が直線軌道に変わると、なんか、まあ、そういうことができるんでね、これもね、だんだん慣れていけばいいんですが、あ一番危険が最初に起きることですね。えー あなかち、ね、本当にこれがね、えー、簡単に起こってしまうんで、気をつけましょう。で、道路の横断測量、重横断測量っていうのもね、結構簡単にやられるんですね、最初にやることですね、その時に一般車と接触してしまう事故も多いっていうことですね。一般と測量するときは、一般車も通行している、うん、合間にね、計測することが多いので、えー、スタッフは3メーターね、5メーター伸ばして使えますよね。 孫悟空のにおいぼのようにね、ぴょん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 伸びますんで,で、それを抱えて、えー、北欧車や車一般道、またはね、電線によってぶつかっちゃいますよね。まあ、電線今ぶつかったからってね、感染するもんじゃないんですけども、電話線なんて細いんで切っちゃったりするかもしれませんしね、大変なことになります。えー、コンピューターのね、線なんか切っちゃいますとね、大変なお金取られちゃいますよね。 えー、非常にそういう危険も測量には含まれているということを、ねえー、認識しておいていただけたらなと思います。3番目ですね、現場の先行作業として測量を行いますので足元が不安定な場所が非常に多いです。動きやすくて安全な靴を履き足元にも注意が必要ですということですね、えー。やっぱ現場っていうのはね、何にもないところからもの、まあ、を作っていくっていう仕事なんでね、先行作業ですね。 足元が不安定だということをね。ここにね書き留めておきましたんでね、えー、この辺には危険もあるよということをね。頭の中にしまっていていただければと思います。え時には切削機というアスファルトの削る機械ですね。または大きなローラー、ーそういうものを追いかけるような測量もあります。重機の行き交う中の測量なので、十分に注意を払わないと重大事故に繋がってしまいますね。 えー、ちょうどここ見ていただければね、これね、ちょっとこういう危険があるよという写真をね、えー、現場で撮ってきましたが、こんな長い棒を持ってね、この足元の悪い中、測量するんですよ。ですから、危ない、本当に危ないですよね、こんなのにポンと叩かれたらね、もう骨を折っちゃいます、骨を折っちゃうとか死んじゃったりしますよね、なので十分注意してください。測量ってのは 本当にね、危険と隣り合わせな作業だというように思って、思ってください。なんか、他の作業よりも測量は安全だよと、そんなふうにはね、決して思わないようにしてくださいというお話をここでね、今しております。えー、埋設管工事の通り心などを測量するときに、穴に転落する事故も起こる可能性があります。これはね、本当にあるんですね。 えー、私、今まで、えー、こういうことで、えー、私は落ちたことないんですが、お話聞いたことがあります、えー。私の現場でも穴に落ちて、えー、ちょっともう仕事できなくなっちゃったような方もいました、作業員の方でね。えー、下水管とか薄い管、ね、浅いのはまだどうということないんですが深くな、管が太くなれば太くなるほど深いところに埋めますのでね。そうするとお で 2m、3m 深いところに入れていきますね。改作工事ってやつですね。えー、ユン場で掘ってで、そこに入れて埋めていくっていう仕事ですね。そういう時はね、えー、その缶、えー、の真ん中のところに通りし、ね、って、まっすぐ入れるっていうその印をしていくわけですけれども、えー、そういう時の工事には穴に落ちる可能性があるんで、十分注意していただきたいなってお話ですね。 これはね、6番ですが、私が実際に起こったことです。えー、高速道路の乗り面、15メーターぐらいある、ね、急斜面を測量中のことです。えー、濡れた草に滑りましてね、私、滑落しました。もう少しでね、車道の方にね、えー、転がっていっちゃいました、そのまま。高速道路ですからね、そのまま車道に転がっていったら、まあ、車に引かれたら死んじゃいますよね。でこの時なんだよ 転がり落ちたかとと言いますとね、まあ、雨があったというのもあるんですが、普通、急斜面をこういうところで歩くときにはスパイクがついた、ね、いぼいぼのついた靴を履いてやるものなんですが、このときに私、それ履かずにやりました。なので、それは滑りますね、草でもってね、水で雨で、えー、つるっと滑って転がった。 まあ、あの下にいた友達がね、もう体を張って私を止めてくれたんで、私はあ車に敷かれることなく、その日はね、過ごしてたんですけども、本当にね、こういうふうに作業に合った形ですね、洋服、靴、そういうものを履いてやられるようにしたのがいいと思います。はい、じゃ先に進めさせていただきます。ちょっと振り返りね、ちょっとしていきますね。 え今日はね、えー、ちょっとね、えー、数学的なお話し,してるんでねちょっと振り返りしていきます。まずはトランシトの設置方法を説明する前にということで垂直と垂直の話し,しました。垂直というのはこういう面に対して直角に交わってくるものは垂直ですよと。で、えー、下げ振りに重りをつけて、えー、糸の刺す方向。 これが炎直ですよという方向ですね。こ,ういうことですね。鉛の直ですね。こういう字ですね。炎直。こういう違いがあるってことですね、えー垂直。垂直にちゃんと設置してっていうの間違いです。垂直っていうのはこれも垂直ですから。これ間違いです。炎直にね、設置してねっていうことですね。はい、先に進んでいきます。はい、振り返り2つ目ですね。三角関数有名角。 これはちょっと覚えておいてほしいですね。1、1、ルート2。で、ここは45度ですよと。3、90度。4、5。これも覚えておいていただきたい数字ですね。4つありますね。有名角1、2、ルート3。3、4、5。ね、先ほど言いました、大工さんがよく使うことが多いんじゃないかなと思うんですね。これを覚えておいた方がいいと思います。 それから、三平方の定理、A 辞乗プラス B 辞乗イコール C 辞乗。これも非常に便利です。これ使おうと思ったらいろんな場面で使えるんですね。えー、自宅での本当に DIY でもね、こんなこと、それから、模様替えをする、そういう時にも使ったりね、しようとえばできる。これを知ってるか知,ない知らないかで、随分作業が進みます、えー。A、B は直角に挟まれた辺です。 で、それが A 辞乗プラス B 辞乗になります。で、必ず斜辺はあイコールでひ、ちょっと一人ぼっち離せさせてください。A 辞乗プラス B 辞乗イコール C 辞乗。これですね。こういうことになります。ピタゴラスの定理ってことですね。先ほど言いませんでしたが、この三平方の3っていうのは、この A、B、C の3ってことです。で、平方っていうのはね、 えー、この事情ってことですね。なので、三平方の定理といいますで。ピタゴラスさんっていうね、ギリシャの哲学者、数学者の方がこれをお発見したんです。発見したんですが、ピタゴラスさんっていうのはね、えー、ピタゴラス教だったかなあ。非常にね、外部にそういう情報を出さなかったんですね。で、えー、自分の弟子たちには教えたんです。で、こういう情報 をね、教えといて、えー、外には外部には出さないで出したらもう殺しちゃうぞというねそういうおきてがあるようなピタゴラス教というのがあったそうなんですよ。でピタゴラスさんが暗殺された後にその弟子たちがこの三平方の定理ピタゴラスの定理いろんなものを見つけたんですねピタゴラスさんでみんな弟子に伝えたんですそれはピタゴラスが死んだ後に出てきたということだそうです。 はい、じゃあ次行きます。ここですね、えー。三角関数のお話ですね。サイン、コサイン、タンジェント。これってどういう時に使うのってお話ですよね。例えば、ここに木がありましたでここ、ねえー。木のまでの長さ。ここにあなたが立っていました。これがね、50m、30m ありました。で、木の高さ。 測測りたいななにここをおおよそ何度かなって測るんですよこの角度でこ,こをねこの射距離も、まあ、大体ね、えー、想像するなりでもいいですし測ってもいいですし、まあ、いろんなシチュエーションで、えー、このサインコサインタンジェントそれによって答えが出せるというこれ、まあ、いろんなところでね、えー、使って射、えー、距離から水平距離を出したりとか。 昔はそうやってしたんですね。私たちもトランシット据えて当然、えー、トランシットまだ凸凹ココしたところですんでそこに据えてマスの設置する角はまでは車辺車距離しか出せないでもそこはタンジェントかけて水平距離出すとかです、ね、そういうことをねやってるでこれをねじっくり見てるとねいろんな答えが出せるのがこの中にあるんです。 なので三角形の定義、これをちょっと覚えていただけたらなと思います。で、えー、こういうね、えー、ルート3とか2とか、こういう数字だけじゃなくて、関数計算機、またはスマホを使えば、もっと難しい、ね、中途半端な数字でも、ーシーターも、中途半端な数字でも、答えはぴったりと出ます。ですから、これをね、ちょっとこう,うこういう仕組みで、こういうシステムで計算するんだよってことはね、覚えていただけたらいいなと思います。 は三平方の定理ですね、はい、それをね、えー、もう一回考えましょうっていうことで、えー、直角に挟まれた3と4の数字これの二乗が x の二乗ですよでここに数字を入れたらこのように答えが出ますそういうことですね、えー、5x に挟まれた直角 三角形直これはね、言っておきます。直角三角形だけの話ですよ。他の三角形計算できませんからね。直角三角形の場合の話です。で、5。A 乗5。B 乗 X。で、斜辺13。斜辺はこちらに X 乗ですね、えー。いきます。13の辞書 169. で、5の辞書25。こちらに移るんで、マイナス25ですね。プラスじゃなくなります。 x 以上イコール144、144っていうのは12の日に x イコール12ってことですね。このように計算ができるってことです。今日はね、こんなお話をね、えー、まあ計算の中ではしてきました。で敷地や現場の、ね、座標ですね、えー。x ってのは縦ですよ。y ってのは横ですよ。っていうお話です。で、えー、これはよくチラシにね、 ね、この面積はこうなってますよっていうのがこんなん出てますね。そういうお話です。それからね座標計算の面積の仕方のこれテクニックです。これあのあくまでもテクニックですよ。こういうふうに、えー、振り分けていけば例えばね a b c d 丸1 0 2 0 3ね丸○○ 2 0 3 0 4これをですね計算するにあたってこのような赤の矢印。 この青,青の矢印、このように、えー、置いていく、それがこれ。このように置き換えて、えー、計算すると、これがよいしょと、こういうふうになるということなんですね。でこれはね、後ほどね、えー、こういうのをね、じっくり見ていただいて,、えー、覚えて、今日だけでね、もう完全に理解するって無理だと思いますけども。 ここういういとを覚えていただきたいなと思います。はい、で最後ですね、どの現場にもね、たくさんの危険が存在します。測量は重機を使わない作業です。単独で行う作業が多く、また先行作業として行うことからも多いので、見つけにくい、えー、危険が気をつけましょうということですね。はい、じゃあ、長い時間ね、ありがとうございました。まあ、あのこれでね、えー、お時間となりましたので、えー、終わりにしたいと思います。 どうもありがとうございました。ご安全に